シェーディングは三次元コンピュータグラフィックスやイラストレーションなどで明暗のコントラストで立体感を与える技法である。絵画では陰影画法と呼ぶ。単に立体に影をつける、深け処理とは異なる。シェーディングの例視上に絵を描く際のシェーディングとは暗い部分にはより濃く。シェーディング技法には 直角に交わる線を間隔を変えながら多数描いて影を表すクロスハッチングなどがある。線の間隔が狭い部分は影が濃い部分となる。同様に線の間隔が広い部分は明るい部分となる。対象物への光の当たり方を考慮してシェーディングを施すことで市場に奥行きがあるかのように感じられる絵を描くことができる。コンピュータグラフィックスにおけるシェーディングとは 光の角度と光源からの距離を考慮して色を変化させ実写のような効果を得る処理を指す。シェーディングはレンダリング処理の一部である。シェーディングは三次元モデルの表面の色をその表面と光線の交わる角度に基づいて変化させる。下の左の画像は脳型体を描いたものだがどの面も同じ色で描いている。面の輪郭線も別の色で同時に描いてあるため。 脳型体だと分かりやすくなっている。真ん中の画像は同じモデルを描いており、同様にどの面も同じ色である。輪郭線を描いていないため、面と面の境界が分かりにくいし、全く立体感がない。右の画像はシェーディングを施しており、より写実的でそれぞれの面も識別しやすい。投稿証明による、シェーディング3次元コンピュータグラフィックスでシェーディングを。 施す際以下のような様々な光源を使用する。シェーディングはこれら光源とオブジェクトの表面の角度に基づいた打ち差しである。もちろん一つのシーンに複数の光源を設定することができ、実際そのように制作することが多い。レンダラーは複数の光源からの光線の合成を打ち差し、それに従って二次元の画像を生成する。理論的には 平行な二つの面があった時、太陽光線のような遠距離の光源からの光の照度は等しい。たとえ一方の面がずっと離れていても照度は一定である。下の図では二つの脳が叩いを異なる光源で照らした時のシェーディングを示している。左の画像ではどちらの脳が叩いも正面の面は同じ色になっている。右の画像では前の脳が叩いの正面の方が 若干明るい。また、床が近い部分ほど明るくなっている。右の画像の光源は、光源からの距離が遠いほど光線が減衰する設定になっている。これを、距離減衰と呼び、光源を増やすことなく、より写実的な画像が得られる。距離減衰の計算方法はいくつかある。フラットシェーディング保管の例フラットシェーディングは3次元コンピュータグラフィックスにおける。 ライティング技法の一種である。オブジェクトを構成するポリゴンの法線ベクトルと、光源の方向との角度に基づいて、面単位でのシェーディングを施すもので、色はそのポリゴンを照らす、光の強さに従って決定される。リアルタイム処理系など、高速な連打。しかしグラフィックスチップ上でのハードウェア T&L 及び、プログラマブルシェーダーが一般化して、以降は、すでに、 ローエンド品やモバイル向けであっても非常に高速に滑らかなリアルタイムシェーディングが可能であり性能的な理由でフラットシェーディングを使うことは少なくなっているフラットシェーディングの欠点は滑らかな局面を表現したい場合でも小さな平面が並んでいるような見た目になる点である逆に角張った物体を描きたいならそのような見た目が好ましい場合もあるソリッドモデル制作中は フラットシェーディングの方が形状が見やすいのでよく利用される。より進んだ写実的なシェーディング技法としては、グーローシェーディングや本シェーディングがある。非写実的なシェーディング技法としては、陰影の階調が段階的に変わるセルアニメーションのようなトゥーンシェーディングが挙げられる。ありがとうございます。